三郎こと吉野川の流れのもとで、およそ400年の昔から脈々と踊り続けられてきた徳島が世界に誇る伝統芸能阿波踊り。阿波踊りの本場徳島にはおよそ1000あるといわれる阿波踊り連の中で、有名連と呼ばれる特に優れた連があります。阿波踊り振興協会は阿波踊りの保存と伝承を目的に昭和30年に結成されました。現在は有名連16連が所属し、名実ともに徳島県そして日本を代表する阿波踊り団体です。阿波踊りの歴史と伝統を守りつつ、時代の要求を巧みに取り入れながら発展を続けています。何かに似て阿波踊りが見られる、これは皆さんとっても素晴らしいことだと思います。それでは阿波踊り振興協会選抜連の皆様、よろしくお願いを申し上げます。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いいたします。